さあ小峠さん、はい、アナと世界の終わりのタイトルにちなんでですね、うん、明日もし世界が急に終わるっていうことになってしまったら、うん、何します？いやまず考えたくないですね。いや本当そうなんです。明日世界が終わるとしたら何をしますか？考えたくないけど、いやいやそういう質問ね、はい、はあ、軽々しくまた言ってきましたね。いやいや、そうですよ。まず僕がこれ問いたいのは、はい、じゃあえ全員共有してるんですか？全員が、世界中の全員が明日世界が終わるぞってことを分かった上で、小峠さん難しく考えすぎる。いや本当に、いや、はい、生き死にかかってますから、家族もいますから、そうですね、10歳の娘いるんですよ、まあ、全員もジエンドを迎えてしまうんですよ。じゃあもう分かってんのね、はい、じゃあもう大パニックだよね。大パニックです。いや、何が言いたいかっていうと、じゃあ海外で過ごしましょうとか、はいはい、旅行行きましょうってなって、全員が明日世界が終わるぞって言ったら交通機関パニックです。いやそうですね。ってことはもう渋滞してるし、どっか行こうがまず成立しなくなるんですよ。何もできなくなっちゃいますから。もしだから家族は知ってるかとかね、そうですね。だからそういう家族知ってるパターン。家族、あ、みじゃあ世界みんなは知らないけど家族は知ってるってこと、はいはい、そういうところで。うちだけパニックね。家だけ。小峠さん、え、2分の尺も使ってますよ。どうしましょう。この辺りでちょっと保留にさせてください。いやいや、面白い。僕はとりあえず今まで怒らせてきた人たちにもう謝りに行きますよね。あ、でもね、ハリー君ね、はい、謝り行くってなった時に、はい、もし全員が明日世界が滅亡すると考えたら絶対アポ取れないからね。続けるアポイント取れないからね。だから謝りたいって言ったってもうパニック状態で、多分いけない、携帯も LINE も絶対もうスマホ繋がりませんから、行くしかない。でも行くって言っても多分路上もうじゃうじゃーってなってますから。小峠さん、今日話足りなかったんですか？今日いつもより喋ったよね。そんなことはない、わかんない。